アラペコアザラシと申します。ノブラガル野望申請 PK、 難易度は超級、シナリオは桶狭間、選択題名は島津。第21回を始めさせていただきます。前回はついに毛利家の本拠地である吉田郡山城を陥落させ、内政に力を入れているところで終了となりました。それでは今回どのように進んでいくのか、お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。で、諏訪の人は橘山城からまだ行けるかな。橘山城は兵力でかいから使いたいんだよな。次攻めるとしたら水戸屋か神鍋。ただ神鍋無理だな、水戸屋も無理だな、ちょっとやっぱり橘山は無理だな。添付しよう。諏訪野に橘同説入れ替えましょう。で、串崎に鍋島さん。片付けなし。古書山からだったらいけるかな。ご命令はいかに。無理だね、やっぱ中国地方にもういないとダメだね。そしたら弱いわけじゃないですが、伊集院さんと高久を変えていきましょう。強烈至極に存ずる。あとこのサムタさんですね。サムタさんも強いんですが、文字からだったらいけるか。相良さんもね、使いたいんですけどね、ちょっともう城の数が足りないですね。取ったらどんどん前に出していく感じですかね。で、木谷城は誰に任せるかな。ユフさんに任せるか。感謝いたす。ありがたき幸せ。ちょっと待てよ。飛騨二条だったら攻め込めるんじゃないか。かたじけない。飛騨二条だったら出撃で。うん、神鍋城も水戸屋は厳しいけど、神鍋城三陽道であれば飛騨二条だったらいけますね。そしたら飛騨二条は9100の兵力があるので、同説諏訪野よりも飛騨二条にしましょう。そうですね、三陽道を落としていった方がいいですね。では同説は木谷城に入れましょう。強烈至極に存ずる。これでいいでしょう。で、あとは串崎城ですね。こちらを商人町に今ね全部しちゃってるので、それを作り変えていかないといけないですね。で、吉田郡山も灌漑水路をまずは立てましょう。あれ、さっき立てたはずなのにな。なんか、あ、そっか。うん、上州移転でキャンセルされちゃったのかな。灌漑水路とりあえず立てていきましょう。で、城一覧で剥がれたところを設定していきましょう。山吹城。で、あと4余ってるので軍開発全然進んでないですね。まあそりゃそうだよな、この前破壊し尽くしちゃったから。
また一から作り直さないといけない。吉田郡山を。1200だもんな。ちょっとこれは厳しいな。代官任じていきましょう。江上さん。東堂高虎は建築奉行として使うので。ちょっと使えないですね。あとは こんなところかな。とりあえず少し内戦に力を入れる感じですかね。嬉しゅうござる。おお、直久さん亡くなっちゃった。宿老が一人亡くなったか。ちょっと城主国衆になっちゃってない？城代になっちゃってない？やっぱりなってる。高山城、高山城か。あ、でもいいや、あの配下軍団だからもうお任せしちゃおう。で、木谷城からが出撃範囲、木谷、府内、臼杵以外はもう配下軍団に任せちゃいましょう。さてさて、それでは吉田郡山城が8000ということで、かなり育てたので、いよいよ毛利討伐にね、動きたいと思います。狙うはこちら神鍋城。これで威風中以上を狙って各種城とかこの辺りを取りたいところですね。それでは木谷城から向かいたいと思います。神鍋城130日で、サムタさんも出そうかな。強いんですよね。政務だけ低いですけども結構強いですからね。ただ鍋島もせっかく育てたから、串崎城からも出したいんですよね。なので1部隊2部隊ヒカキを必要な山口館、3部隊4部隊5部隊6部隊7部隊8部隊こんなところかな。高久も入れるか。いや、高久は抑えて残しておこう。サムタさん、ちょっと今回も、いや、今回はサムタさん使おう。サムタさんもそしたら出していきましょう。神鍋城、では鍋島さん3700、ちょっと兵力的にはそこまで強くないですが、出していきましょう。雫城からも出していきましょう。こちらから行った方がいいでしょう。なんでわざわざ遠回りしたんだ今。で、山口館からも出していきましょう。神鍋城、これで5部隊6部隊7部隊8部隊ですね。うん、では進めていきましょう。軍開発はほぼほぼ、農村は済ませましたね。なので1やっていきましょう。で、農地開墾もできるところはしていきましょう。いざ始めよう。では進めていきましょう。周防高森、本当はもう少し育てたいとこですね。では周防高森からも神鍋城に向かわせましょう。6部隊ですね、これで。忠政の方が強いかな。82、84、忠政の方が強いですね、きっと。義久よりも。出していきましょう、神鍋城。城を奪いに行くぞ。で、彼らの本拠は上市城なのか。清水宗春、織田の抑えで、織田がまだ動揺してるな。なんだ、
上杉に負けたのか。ほう、さすが上杉強い。で、武田が上杉に向かって食ってかかってると。いやー、織田を利するだけなんだけどな。で、こちら長宗我部心中してるんですよね。これだけ四国全土をハントに収めてるのに。援軍で岸和田とかちょっとつつかせてみるか。2400しか兵出してくれないのか。しぶちんだな。まあいいでしょう。3部隊4部隊5部隊6部隊6部隊しか来ないのか。まあ仕方がないですね。それしか来ないっていうんだったらそれしかないですね。1,2,3,4,5,6 7部隊なので、吉田郡山から家久を出して8部隊ですね。はい、吉田郡山から出していきましょう。みんなと歩調を合わせたいので神鍋城に向かわせましょう。南下していきましょう。お、国衆も来た。これは威風中狙いますね。この前の2部隊が先行しすぎてるので一旦戻して神鍋城に向かわせましょう。この2部隊も同様なので一旦戻して神鍋城。よし、こんなもんでいいでしょう。4部隊5部隊6部隊7部隊8部隊9部隊威風中は狙えますね。ちょっとこれ先行しすぎかな。いかにすべきか。一旦戻して神鍋城。城を落としてみせる。いかにすべき。このまま神鍋城向かいましょう。さあ行くぞ。これで合戦で7部隊10部隊ちょっとうちの部隊がまだ到着してない。よし、これで到着したでしょう。10部隊8部隊やっていきましょう。72,000。あー、やっぱり毛利元就もうなくなってますね。手の元が当主みたいだな。64,000、72,000。ほぼほぼ同数の戦い。やっていきましょう。威風中がどれぐらいの規模で、行くかですね、風がね。相手は国衆の部隊もいるから、ただ、吉川元春。小早川隆景、川添さん、この辺りが結構厳しいですね。ではスタートです。はい、開戦。ここに吉川元春、行くぞ。足を一旦引きつけましょう。サムタさんもここで待機ですね。いかにすべきか。家久はここですね。吉川元春をできれば引きつけて立花道雪と家久でちょっと囲いたいとこですね。寒田さんもそしたら前出しましょう。氷川きよしも前出しましょう。ここの2つの舞台がきつい。義弘でいけるか。忠政はこちらの二股の部分の、三つに分かれてるこちらの交通の要所の方に向かわせましょう。こんなところでいいかな。義弘は、ちょっとここ取らせて、強撃使ったり、そうするか。日進斎もここまで行かせましょう。では進めていきましょう。はい、よいしょ、制圧。とりあえず引きつけましょう。相手はあと2部隊出てきますからね。たとえ倒しても。この5600の部隊もそんなには強くないですからね。鍋島隊でまずはちょっとつついてみましょうかね。どうせ下げましょう。この11,000きついな。
では要所を落としに行きましょう。では日清さえ前出して吉弘も鍋島さんの鉄砲戦車、一番やりは鍋島さん。よし、鉄砲戦車入った。これ強撃できるでしょう。よし、鉄砲戦車出た。で強撃がかかったと。これちゃんと強撃になってる。うん、減りが早いからなってますね。はい、よいしょ、制圧。三方向攻撃仕掛けていきましょう。お、いつの間にかぶつかりそうになってますね。家久向かわせましょう。で、サムダさん前出して鍋島さん下げましょう。氷川清下へのところがちょっと厳しいな。川添さんのところは一気に落としたい。橋落とし使うなら使ってくれればいいよ。いいよいいよ。いいよいいよ。1200か。能力減少の軽減か。厳しい。鍋島さん前出してサムタさん下げましょう。いや、後期だけどちょっと狙えないですね。川添さんは落ちるでしょう。日清さえ下げましょう。ちょっと体力回復して氷川きよしのバックアップに向かわせたい。いや、もう少し川添さん破ってからにしよう。もういけるだろう。二審査下げましょう。で、毛利輝元がこちらに来たと。吉川元春強いな。こんだけ体力減らしても。いやいや、吉川元春を見たいんですよ。これか。戦場で自部隊の体力低下による能力減少を軽減。軽減なんてレベルじゃねえぞ。ほとんど減ってないじゃないか。マイナス16って言ったってさ、すごい強いな。では進めていきましょう。かかりました。我が先方にて崩れるがいい。いや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 、攻撃かかってるよね、ちゃんと。あー、体力回復すんのか。マジかこいつ。強すぎるぞ。はい、壊滅。川添さん1万いた部隊が壊滅はでかいよ。ちょっと待って。この軒口を忠政に任せましょう。日清祭向かわせて、義弘は軒口まで向かいましょう。我が部の見せ所か。我が部略を持って万全の敵を打ち払わん。いかにすべきか。一旦逃げよう。攻撃は厳しい。お、釣りのぶせ三部隊巻き込むのか。よし、素晴らしい。危険なところが一気にチャンスになったぞ。よし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 。国衆はさすがに弱い。いいですね。はい、一部隊壊滅。まだ混乱かかってるでしょう。家久ちょっと休ませよう。
吉川元春ももう終わりですね。はい、吉川対壊滅。敵を退けるぞ。いいよ、休ませましょう。いかにすべきか。義弘で毛利輝元を追撃しましょう。では日清祭前出して氷川隊下げましょう。で三田さん前出して鍋島さん下げましょう。いいよいいよ、よし。同説は輝元に向かわせましょう。で家久はサポートに向かわせましょう。毛利輝元を逃がさないように攻撃しましょう。いいですよ。おお、2400のダメージでかい。やっぱ毛利輝元大して強くないね。はい、毛利輝元撤退。総大将が撤退するとは軟弱だ。よし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 、あとはここの戦線だな。なんとかうまく壁作ってますけどね。ここは橋落としを使われる恐れがあるので、忠政で橋落としの要所を制圧しに行きましょう。よし、混乱不要。氷川きよし前出しましょう。日清祭下げましょう。よし、鉄砲戦車出た。この992に届きさんも鉄砲戦車が出れば勝てる。鉄砲戦車出ろ。出ないか。そしたらどうせ兵力が多いので鍋島隊と入れ替えましょう。でこの2部隊は右翼に向かわせましょう。いいよ。鍋島隊はぐるっと回って抜き口狙いましょう。サムタさん下がりましょう。その分同説前に出しましょう。はい、トトキさん撤退。島津隊ちょっと体力回復させましょう。小早川高景の動きが気になる。そしたら強撃仕掛けよう。西井さえ前出して氷川きよし下げましょう。家久前出しましょう。戻ってるな、これは。そしたら家久でこちら橋落としを制圧しに向かいましょう。では氷川きよし前出して日清祭下げましょう。はい、また一部隊撤退。いよいよ。はい、さらに撤退。小早川高景が南下してきたか。ただここは義弘、そう簡単に抜かれる場所ではない。おい、撤退。日清祭下げましょう。氷川きよしはも下げて、忠政も下げましょう。要所制圧しに立花同説向かいましょう。いや、これでもうあとは要所を一つ抑えれば勝ちですね。これは家久が落としてくれるかな。はい、要所制圧、これにて優勢勝利です。いやー、こちらも犠牲は払ったが大きな勝利を収めましたね。やっぱり元就がいなくなっただけでだいぶ違うな、毛利家は。
これで威風宙発生。音に聞け我らの勝利を。いいよ、2つの城から。ありえぬ。なんと。いいですね。いかがだったでしょうか。毛利家との大戦に勝利し、さらに中国地方の領土を獲得した島津家久。このまま毛利家にとどめを刺すことはできるんでしょうか。それでは今回はこれにて終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたら、ぜひお付き合いをお願いいたします。